皆さんこんにちは、インタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日は第125回をお届けします。石原さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ここまでお届けしてきたですね、カツカツコツコツ太鼓の音が鳴るシリーズなんですが、はい、今回でおそらくようやく最後を迎えることになりましたので、すいません、次回から静かに行きたいと思います。はい、はい、ということでですね、今回某お役所ですね、公務員の方から、20代事務職の方から。最近多いですね。多いですね。嬉しいですね。うん、公務員関係の方ね。うん、皆さん聞いていただいてるってことで嬉しいです。都内だね、これね。都内ですね。都内というところね。しかも20代だね。いや、嬉しいな。嬉しいですね。はい、しかも備考欄、ポッドキャストから直接見つけましたということで、iTunes から多分見つけたんだと思います。あ、そっかそっか。ありがとうございます。はい。ということで、質問いただいています。はい。いつも毎朝、出社前に楽しく聞かせてもらっています。ああ、ありがとうございます。先生の本質をついた考え方にはいつも驚かされ、どうやったら先生のような考え方、捉え方ができるのか、日々考えています。質問です。本などを読むとき、まず目的をはっきりさせなさいとよく言われますが、正直自分が本質的に何を今一番求めているかが自分でもよくわかっていません。自分に最高の質問を浴びせ続けろなどとよく言われますが、どうやったら自分が求めているものを的確に吸い上げられるような質問を作れるようになるのでしょうか。また先生のような思考回路を手に入れるため、日頃やっておくこと、心がけておくこととアドバイスいただけたらと思います、ということでいただきます。まあ、ご主人20代でしょ。そうですね、有望ですね。うん、だから20代でさ、目的はっきりしたら確かにあんまり大したことやらないから目的ない方がいいよね。わかんないですよね、そもそも。でしょ、うん、なんかそこで凝り固まってこれだとか言って、はい、一生やろうと思っても、うん、あ、これですかみたいなことになっちゃうから、もっと視野広げた方がいいので、はい、これは一番いいのは読書なんかの場合は多読だよね。多読です ね、うん、ね、でいろんな考え方の人に触れるとかさ、はい、なんでもうインプットの時期だから、うん、もうガンガンインプットだよね、これね、はい、そうでしょ。あ、早川君って本どのぐらい読んだ。そうなんですよね、読んだになっちゃうんですよね、最近、うん、はそんな読んでないんですけど。いや、だけどほら若い頃って読んだでしょ。ああ、もう年間やっぱ100冊以上ぐらい多分読んでたと思いますね。もっと読んでたかな。いつぐらいの時。やっぱ20代前、でも24ぐらいまで恥ずかしながらほとんど読まなくて、そっからこの5年間ぐらいで一気に読みまくったみたいな感じで。似てるね。僕も大学出て、はい、大学の時はほらもうクラブ活動みたいなのばっかりやってたから。楽器でしたっけ。そうそうそう、だから、ね、ほとんど東京中が学生服で走り回ってるみたいな感じだったんで石原青年、はあ、それでよくあの神宮球場で野球の応援で学校が負けると、はい、お前たちの応援が悪かったんだみたいな感じで、僕らのちょっと先輩は神宮球場の周り走らされてたっていう話。そうなんですか。そうそうそう、だけど、だから大学出て社会人になって、やっぱり20代の中盤後半から本読んだね、はい、いっぱい、うん、それでダーとか読んで、うん、そこがちょうどインプットだったんでしょうね、はい、何冊くらい読んでんの。1000いってるかいってないかぐらい、ね、1000冊超えると変わるよね。変わった気はしますね、うん、明らかに変わるよね、はい、なんか選ぶ本も変わりますし、そうそう、はい、文章量とかそのボキャブラリーも増えるから、うん、だから徹底して入れりゃいいんだよね、はい、この人はまだ20歳なんで、もう目につくものなんでもとにかくインプットっていうのが重要ね、はい、でね、大量のインプットが初めてアウトプットを生むんだよね、はい、うん、まあいいんじゃない、自分にその質問しろったってないよないないないよって多分聞こえてくるんでしょうね。そう、普通にないでね、うん、じゃあこの人今度どうしたらいいかだよね、うん、でアウトプットするときもどういうふうにアウトプットするといいかって言ったら、うん、自問自答じゃ絶対無理なんで、ね、そもそもそのバックボーンがね、なかなか、うん、いっぱい入れながら、うん、思考なり知識なりをもっとアウトプットするためには会話をした方がいいんですね。会話、うん、議論議論、はい、だからこの方公務員なんで、はい、できれば公務員じゃない同年代の、うん、あ、この人素敵だなとか、うん、いろんなことしてるなとか、はい、考え方持ってるなみたいな人たちと定期的に会うとか、はい、あるいは5歳とか10歳年上の方たちと、まあ、1対1でもいいし3人でもいいしっていうふうにいっぱい喋るといいですね。やっぱりそうですよね。そうで、喋りながら会話することによってで、うん、自分の考えをまとめて喋るとか、はい、うん、いろんなものの中から咀嚼するとか、うん、相手が言ってることってきっとこういうことなんだなっていうふうに推論することとか、はい、こういうトレーニングが必要でしょ、うん、はい、その辺のことをずっとやってれば、うん、だん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 そういう人の生き方とか、うん、考え方とかも含めて、うん、あ、自分はやっぱりこういうことは向いてるなとか、はい、こういうことをやった方がいいなとか、うん、本質自分はこういうとこに向かっていった方がいいんじゃないの、うん、っていうそういうのも出てくるんじゃないかな、うん、そうですね。この方はこの方で多分焦りとかいろんなことあるんでしょうけど、僕らから見ると無限の可能性だからいくらでもやりようはありそうですよね、うん、いいんじゃない。公務員だから信用されるじゃん、うん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 、ね、変なやつと思われないから、うん、勉強会とかいろいろ出てみて、はい、今度お茶飲みましょうとかね、はい、
ちょっとゆっくり話したいなとか、何考えてるか聞きたいからちょっと話してくれって言って、まあそういうこう、長く繰り返し、こう、議論っていうか会話ができる人たち。もちろんその、毎回毎回会話してたら、煮詰まってくるから、花見に行くとか映画見るとかさ、それがインプットですよね。そうそうそう。そういうのも、まあ共有の体験としてね、持ちながら、人脈とか、そういうのを広げればいいんじゃないかな。なるほどね。まあその中で今ね、まずその、会話っていうところもお話しいただきましたけど、当然その本のところでいくと、多読っていうキーワードいただきましたけど、うん、じゃあその多読の時に、まあ極端にどんなものでも多分無駄なものはないと思うんですけど、うん、石田さんが常々おっしゃってるように、例えば歴史ものとか、うん、あと思想書とか、そういったものをやっぱりまず読んだ方がいいですか？うん、まあ基本的にはさ、本に慣れた方がいいじゃん。そうですよね、だからそもそも。慣れてる本をたくさん読むと、はい、読むことそのものになれるでしょ。そしたら今度分野広げた方がいいよね、はい、だから小説とかも読んだ方がいいし、うん、小説の中でも歴史小説も読んだ方がいいし、はい、いろんなものに触れた方がいいんじゃないかな。その時にね、その目的をはっきりさせないとっていうところで、この方も真面目に考えすぎちゃってるところあると思うので、うん、もう目についた面白いものは全部読む、ね、それこそ僕もかつてやってたのが Amazon とかだと、どうしても網羅されてないじゃないですか、うんうん、一覧性がないから、うんうん、だからやっぱ書店に週1回ぐらい行って2時間ぐらいあんまり考えずに一周して気になったものを手に取ってみるみたいな、うんうんうん、そうするとなんか自分の趣味思考が出そうですよね。絶対その方がいいよね、うん、どうなんだろう、最近本屋さんってみんな行くのかな。どうなんですかね、結構アマゾンでね、ベストセラーとかで買っちゃってる人もいると思いますけど、やっぱり本屋さんには絶対行った方がいいですね。その時代の流れとかも分かるし。そうなんだよね。インターネットはいいんだけど、うん、知ってることの深掘りはできるけど、はい、知らないことを気づかないからね、うん、もう知ってるとこしかね、アマゾンだったら見ないですからね。そうそうそう、うん、そうするとそういう本ばっかになっちゃうから、うん、今言ったみたいに書店に行って端から端までずっと見ながら、あれこれこんなこと書いてあるとか、昆虫ってこうなんだとかさ、なんかさ、全然違う分野で、例えばそのインターネットのベストセラーとその書店のベストセラーとかね、ベストセラーに違うんじゃない？全く違いますね。違うよね。それからその変わった本だけを特集してるような本屋だってさ、実は激しく生き残ってたりとかするわけでしょ。なんか最近だとさ、リアルなところからブームになることが多いでしょ。僕何を隠そう、ビレッジヴァンガードとか結構好きなんで、パフュームなんかもさ、ビレッジヴァンガードで最初に、あ、これ絶対ヒットするって思って5年ぐらいで、あれメジャーデビューしたでしょ。そうですね、はい、うん、最近だとピアノジャックって知ってる？わかんないです。ピアノジャックって男2人で、はい、1人がピアノ弾いて、もう1人はパーカッションなんだけど、ちょっと変わったパーカッションなんだけど、はい、この子たちなんかもビレッジヴァンガードで、その後フランスで火がつくんだよね。あ、そうなんですか。うん、でついに僕はコンサートまで行きましたけど、超ライブ向き、はい、ピアノジャックっていうんだけど、はい、最初はねピアノをクラシックにアレンジしながら、最近オリジナルも作って、うん、かなり人気あるね、はい、うんうん、2000人ぐらいの箱まではいっぱいにできるんじゃない、全国ツアー、2000人ぐらいを全国ツアーで一周するぐらいのとこもあって、はい、てるけど、あれもビレッジヴァンガードだもんね、うん、そういう意味ではネットが必ずしも流行、うん、ネットの流行はね一瞬、いや本当そうですね、そうそうそう、それがリアルはリアルの伝わっていく良さがあるから、うん、伝わっていきながら醸造されてって、それでも残ったものが本当とかさ、うん、あるじゃん。だからそういうのも含めてね、もっとこう広がるというか、うん、知識狭めないでまんべんなく知っとくっていうことがものすごく重要だと思うんだけどね、うん、いやだから本当リアル書店は絶対行った方がいいですね。面白いし、そうそうそう、さ寄り道しないとさ、いや本当教養生まれないわな、うん、だそれこそ帰り道なんかもね、毎日変えてみるとか、うん、そうそうそう、そういうことで全然変わってきますよね。そうだよね、うん、そうするとなんかこうさ、変わった生態の人間とか身につくじゃん。なんかさ、この人もずーっと背拍子見てるとかさ、うん、あるでしょ、はい、なんかわかんないけど10冊くらいこの頭で買っていくと、そこに来てる人を見るの面白いかもしれないですね。そうそう、何買ってんだろうとかさ、うん、そういうような感じになると違うんだけどね、うんうんうん、だからなんかこう必要なことだけを深掘りするよりも、若いうちは関係ないこと、はい、なんかこれを趣味にしてる人がいるのか、何が楽しいんだろうと思いながら、さっき昆虫とか言ったからさ、昆虫のことを調べるとかさ、なんかキノコのことをかけてるとかさ、なんかそういうの楽しくない？書店って特にそういう縮図がなんかね、その並んでる本だけじゃない、そこでどういうものを買ってる人がいるのかって見るだけでなんかいろいろ面白そうです、ね、なんか大学の時にさ、この本ありませんかとか言ったらさ、あ、どこどこの棚のどこどこ何番目とかっていう、はい、書店の人とかいたでしょ、はい、いましたね。最近ないもんね、そういう人ね。もうそもそも検索機とかあってね、それで調べちゃったりとかでなっちゃいますからね。確かにそうですね。書店員に最初に声かけた時ってどんな感じだった？緊張して何聞いたらいいかよくわかんないみたいなのありましたけどね。だからみんなそこくぐりながら大人になってったんだけど、はいはい、そういうのないんだろうね、きっとね。
かもしれないですね。最近は、ね、ネットですぐポンって押しちゃって、うんうんうん、だからそういうのも含めて幅を広げると大人の人たちっていうの、うん、自分より10歳とか20歳の人たちと共通のなんかフックができたりするから、はい、うん、面白いよね。それがまたさっきね、うん、おっしゃってたコミュニケーションのきっかけにもなると思うし、うんうん、コミュニケーションっていうところでいけばその年代の違い方といろいろ話していったときにその人たちからまたおすすめの本なんか聞いてもいいですよね、うん、そうそう。それからさ、自分より5歳年下のやつがさ妙にちゃんとした話するときにさけっとか思ってさ、そこが刺激になるでしょ、はい、そうするとやっぱりもっとリアルに自分はなんかこうもっと何かグリップする場所を持たないといけないなとかさ、うん、はい、だからそういうのあるじゃない、うん、かも思われていくでしょ、はい、だからやっぱインプットしといてアウトプットを少しずつできるような場所、うん、会話ができるところをこう作っていけば全然問題ないよね、はい、そうですね。30代でしょ、どうせなんかやろうと思っても20代後半くらいから30代くらいでしょ、うん、でそこでなんかいいものが固まれば全然 OK、はい、だよね、うんうん、20代はやけどしなくちゃみたいなさ、わけのわかんないこといかなくちゃみたいなさ、どうなんすか。やけどしまくりでしたが、はい、そう、はい、なんとか今赤チンを塗って生きてきました、はい、まず全然心配ないだから、ね、そうですね、はい、インプットとアウトプット両方考えて、はいはい、歩んでいただければと思います。はい、ということで石原家の経営のヒントプラス今日は第125回お届けしてきました。石原さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。